皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルチャンネルのヤラマンです。そうです。今回ですね、はい、福島県鮫川村来ております、うん。天狗橋っていうね、ところに行こうかなと思うんですよ、はい、今回です、ね。天狗橋っていうのはですね、なんかすごい大きな石、まあ、川っていうんですかね、はい、そこにかかってるみたいで、でなんか地元の方たちではそれは天狗がかけたんだみたいな、はい、天狗の仕業なんだみたいな言い伝えもあるらしいんですよ。はい、はい、はい。なんで気になったんで、ちょっと行ってみようかなと。思います。はい、行きましょう。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、ここに天狗橋の看板が。すごくいいとこだね。すごくいいとこです。そうですね。ここに今車1台止めるスペースあるんで止めて、ちょっとこの砂利道を歩いていきます。歩いていきましょう。はい、どんぐらい歩くのかちょっと分かんないんだけど、山中。そうだね、結構すぐ着くんじゃない？ちょっと行ってみます。はい、マスボさん、結構あれですね、森ですね。森だね。なんか新緑、すごく清々しい。下に川が、あ、川あるね。 あそこにね、川がありますね。いや、すげえ気持ちいいね。気持ちいいね。うん、新緑がいいね。新緑いいね。じゃあ歩いていきますか。はい、行きましょう。はい、何分ぐらいかな、5、6分ぐらい歩いて、うん、5分くらいかな。今看板見えてきたんでね。看板見えてきましたね。はい、あ、こっから結構歩きますね。あ、こっから歩くの。うん、ここが入り口か。現在地。あ、そこが現在地。ジャムだって。あ、鳥ちゃんが取れるらしいよ、ここ。なるほど。こっから、はいはい。あ、そんでこれが天狗橋か。あーんですね、そうですね。あと渓谷行って、あっちにも、あっちに駐車場あるんだって。駐車場あるね。駐車場あるの。じゃあ僕ら反対側から来たってこと？そう、そうだね。駐車場ある？ほんとだ。あっち側に駐車場あるんだ。うん。あそこ広くなってっからね、駐車場だと思った。これが天狗橋だね。はい。7.9 メーター。幅4メーターの大きな、だってよ。じゃあまず、天狗橋まで、まず行こうか。そうですね。始末が一番いいらしい。カタクリは、輪走が先見て大変綺麗です。天狗橋まで95メーター。ああ、すぐですね。すぐだ。すぐですね。じゃあちょっと、行けとこまで行ってみようか。駐車場？うん。あ、行けとこまで。とりあえず。はい、了解です。はい、じゃあ行きまーす。なんかいい感じだね、なんか。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい感じ。いいね。うん。まあ、天狗橋こっちなんで、はい、下の方に行きます。あ、多分階段もある。はい、ここから降りていって、よし。いいね。いいね。あとベンチもある、ベンチ。もうちょいで天狗橋かな。あ、そうじゃない？あ、多分あの、あの丘を越えた。あの、影か。お、いいよ。お、いいね。うん。すげえ、すげえ。超綺麗。超綺麗だね。うん、綺麗。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。めっちゃいいよね。めっちゃいい。あのダム、うんうん、ダムからのこうの感じが、この緑の感じがまた超いいっす。もうちょい天狗橋、あと、このすげえ。すげえ。あった？あった、あった。マジ？あ、すごい、すごいね。あれでかいね。すごい、すごい。こりゃすごいわ。あった。ちょっとアップしてみる。これです、天狗橋。なんか近くで見るとやっぱり迫力あるね。すごい。ちょっとやらまんか、あの橋の上行ってみて。わあ、綺麗だね。
すげえいい。超いいね。これはちょっと隠れスポットだな。これはめっちゃいいわ。マジで隠れスポットだこれは。あ、あったあった。福島緑の百景ね。すげえいい。これはいいわ。こんな感じでーす。天狗橋。これが一枚の大きい岩なんで。デレン。すごいですよ。すごいね。ちょっと写真撮りたいな。わー、綺麗。ちょっとじゃあここでちょっと写真タイム撮ろうね。はい、はい、近くまでね、渓谷降りていけるんで。よし、こっからね、多分ねずーっとあっちの方まで道があるんで、そっちにね駐車場があるみたいなんですけど、おー、すごい綺麗。空気がやっぱうまいね。すごいね、ここちょっと隠れたおすすめスポットですね。岩がね、ああいう岩がたくさんあったりして、花がギリギリ残ってた。でも佐保さん、はい、満足いきましたかね。いや、そうだね。はい、すげえよかった。すげえよかったね。で、どうしよう、多分あっち行けるけど、いいかな、ここまでで。うん、ここが一番メインだもんね。本当は、うん、すごい綺麗なのね。本当はあっち側に駐車場があるっぽいですけどね。じゃあ、こんな感じで、はい、はい、戻りましょうか。戻ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今行ってきました。はい、行ってきましたね。ね、見た時はね、すごいびっくりしたよね、あの岩。すげかったね。ね、うん、やっぱ 7.9 メーターとかこう数字では聞くけど、うん、やっぱ実際に目にするとね、ほんと巨大な、うん、迫力があった、はい。で、あの川と石と新緑、うんうん、もう素晴らしいですね、コントラスト、うん、で、モミジが多かったんで紅葉もすごくいいんじゃないかなっていう予想です、うん、はい、なんでぜひ皆さん気になりましたらですね、はい、天狗橋調べてみてください。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ、はい。